東急線軽電車の東芝製補助電源用、静止系インバータ、静止系インバータ、静止型インバータは、高電圧の直流及び交流をインバータにより、車両により異なるが、概ね、12V440V の直流、交流に変換する電源装置である。主に鉄道車両に使われ、架線から取得した高電圧の電気を、制御、クーラー、圧縮空気、ワイパー、 乗客用 a c 1 0 0トなどの電源供給に使われる。固定電圧、固定周波数を出力するインバータ装置の一つであるが、鉄道車両における補助電源装置として用いられる場合、走行用の VVVF インバータと区別すること、旧来の電動発電機と異なり駆動部を持たないことから、あえて静止系と称することが多い。略称として、 SIV とも呼ばれるが、スタティックインバーターは和製英語であるため、日本国外では通用せず、スタティックコンバーターや APU と呼ばれる。鉄道車両においては、架線から供給される高圧電源を低圧電源に変換し、必要とする機器の電源として使用される。1970年代以前は電動発電機が主流であったが、 回転機構を有するために発生する騒音や定期的な保守を要する整粒子やブラシの存在がネックであった。そこでパワーエレクトロニクス技術の進展に伴い半導体を用いた電源装置として開発されたのが静止系インバータである。サイリスタソシを利用した静止系インバータが1968年に神戸電鉄と都営地下鉄で初めて採用された。 神戸電鉄戦号十0型は三菱電気製、都営地下鉄6000型は東洋電気製造製である。その後名古屋市交通局300系電車、大阪市交通局60系電車にも採用された。1980年代では半導体が GTO 阻止によるものであったが、1990年代以降はリベットを主阻止とした構成としている。進歩により、 抗体圧の素子が開発される状況になってきたことから時期により3分圧、2分圧、2レベルインバータに分けられる。サイリスタを用いた装置の場合、2から3組のインバータの位相をずらしで運転し、出力変圧器に入力して任意の電圧を得ていた。イベット素子が使われ始めると PWM 周波数をより高く設定できることから、 小型の交流フィルタで実用上問題のない、制限波交流を得ることが可能となり、機器も小型化された。横浜高速鉄道 Y000 系電車の VVVF インバータと静止系インバータが一体化されたインバータ装置。JR 東日本 E217 系電車の大気二重系、インバータ原理的には、スイッチング電源とほぼ同じもので、直流にて入力された電圧を、 p w m により高速にスイッチングし、大容量のリアクトル、コンデンサにより平滑化、商用 60Hz に近い交流を出力する。それを、変圧器を通し、440V200V100V などの電圧に変換され、冷房、列車制御装置などの主電動機以外の電源として供給される。交流電車の場合、 主変圧器の三島巻線を電源とすることが多いことから整流器と直波器を通して直流に変換しインバータに入力して各種電源を出力する SIV が停止すると電車が運行不能になってしまうことから編成中の SIV を2台以上とするかもしくは非常時に VVVF インバータを SIV として動作させる設計とするのが一般的であるさらに 複数の SIV を並列につないで制御するもの、イベットなどの素子を二組にし、上調性を持たせた大気二重系インバータも登場している。なお、AM ラジオなどにノイズが乗るのは VVVF、SIV によるイベットのスイッチング周波数が、AM ラジオの周波数帯に極めて近く大電流を流すことから、電磁誘導現象により、 必然的に電磁波となってしまい妨害されるものである。信号機器などは単純な変調により制御を行っているため妨害し誤動作を起こすことがある。これを誘導障害と呼ぶが安全上問題が生じるため各メーカー、鉄道事業者にて念入りな試験が行われる。ありがとうございます。